チャオ、あっちゃんです。今日はね、ちょっとね、出かけてきて買ってきたものを紹介しましょうってことでね、これセリアで買ってきたね、冷え冷えネクタイ暑いからね、これ水濡らしてですよ。みんな知ってるよね、これ。あっちゃん毎年買うねんけど、今年も買いました。もう暑くてね、これだけでもだいぶね、体感涼しくなるから、これはもう必須、夏場の必須ということで買いました。で、もうワンシーズンでね、大体もう入れ替えるようにしてないんで、今シーズン買いましたっていうことで、今回ね、こんなのキュッてするやつ、ゴムが1個ついてね、今回可愛いから買ってきた。で、それとね、ヘアクリップ昨日割れたからね、これ買ってきて、こいつダイソー。ヘアクリップね、すぐやっぱりね、割るんよね。で、つけたまんまね、忘れて寝転んだりする、割ったりするし、ね、どうしてもね、やっぱ100均のってプラスチック弱いから割れたりもするやんじゃね。こんなやつね、買いました。で、これ、毛羽立ちにくいコットンパフ。うん、まね、ビヨン。はい、買いました。と、これ。ね、ちょっと待って。洗顔するのね、これを。パンツ履いてるね。頭にパンツ履いてるね。こんなね、髪の毛をヘアバンド。はい、こう書いたのと、で、アイライナー。違う、アイブロウ。アイブロウもね、125分。買いました。排水口のね、洗面台の排水口のゴミ取り、結構排水ね、溜まるんでね、時々入れ替えるんで買ってきた。お花のね、ちょっと可愛いやつ見つけた、買ってきた。それと、ラップホルダー、マグネットラップホルダー、これマグネットでね、こうビチンってくっつくね。うちのスチール棚やから棚にくっつくとこのね、ラップがポロポロ落ってくるのよ。それを買ってきた。それと電池なんで買ったのか後で分かります。はい、それとね、消水とかね、このね、スクイーズボトル、スプレーボトル、普通のシュッシュッシュのスプレーボトルやねんけど、これはね、前にも使ったんやけど、このハトムギ化粧水のてっぺん状につけたで、このボトルは捨てんねんけども、これだけが欲しかったのよ。で、これまたね、違う化粧水につけるので買ってきて、で、またこれをね、使いましょうっていうことで、ね、ちょっとね、化粧水があるので、これと、これがね、温泉の水のスプレー、PS スパミストウォーター温泉水配合のミスト化粧水、要はね、ミストの化粧水、シューって顔にね、吹きかけるミストの化粧水、ちょっとね、顔をスペスペ綺麗に1000円か、乙女やからね、そうしたいなと思って買ってきた。それと、昨日ね、フライパン、取っ手の取れるティファールはね、取っ手が取れたのよ。餃子焼いて、で、こう、ポロンってやろうと思ったら、フライパンの頭、ボシャーンと落ちて、一番でっかい皿割れてん。だからね、皿買ってきてん、中古で。303、中古っていうか、これね、ハウスオフか。で、330円で買ってるけど、これ新品やねん。新品の展示在庫かなんかで、シールも貼った、シール色あせてんねんけど、裏もシール貼ったってね、これ新品やねんけども、330円で売ってて、指導の方がね、料理も映えるしなと思って、330円、安っって思って金入りました。はい。で、で、取っ手が取れるフライパンね、取っ手取れたら危ないから、取っ手の取れないフライパンを買ったのよ。で、これはね、ジャスコで買ってんけども、ジャスコでね、1700円かなぐらいですね。で、1700円で買ってんけども、これ、イオンの和音ポイントが溜まってたから、ただ。まあね、ちょっと軽いんやけどね。これは IH じゃなくガスビエル。うちガスビエルやからね。わかりました。それと、
もうこれ今日のメインって言っても過言ちゃうんかっていうのがこれ、これね、ニトリで買ってんけど、毎日取り替えキッチンスポンジ30個入りって言ってね、スポンジがね30個入ってんねんて。で1日1回このスポンジを使う、で洗う、で最後夜になったらシンクを洗ってポイさようならっていうので1ヶ月使えるんですね。これね200何本やったん、300円弱ぐらいやったんよ。ね、レシートを書いちゃったけどもう分からなかったよね。ニトリにねこれぴったりのケースがあるらしいねんけども、高いからこれ100均で買ってんけどね、これねニトリね、スポンジね299円だから1日10円1日10円のスポンジやねんね。で要は100均のスポンジを10日で取り替えるのと変わらへんのやったらこっちの方が清潔やんか。で結構スポンジってね、菌たまりやすいだからね、直に口つけるものはでも気持ち悪いからこんなのをね、まあ、これねちょっとね見えるとこれちょっと入らへんねんけども、ニトリにやったらこれをぴったり入る入れ物があるらしいんだけど、まあ、お金持ちさんはそれ買ってみてください。あんちゃんは100均でケースを買います。それと、またね、セリアでね、見つけたの。これ、前にね、M16 系のね、アサルトライフル買ってんけど、今度これはね、スナイパーライフルを見つけたんで、12分の1のスナイパーライフル。ちょっと面白かったんで買ってみた。これまたね、プラモデルとして作るかもわかんないです。はい。まあ、裏チャンネルのネタ。はい。それと、これがね今日のメインやねんけど、これは欲しかったのよ。てかこれじゃないねん、スリコの電動ミルが欲しかった言ってんけど、スリコ売り切れとってん。スリコ2店舗奈良県に3店舗あって、1店舗ちょっと遠いからだけど、まあ2店舗ね探してんけどなかったん。でこれね電動ミルやねんけどね、なかなかね880円やねん、キャンドゥで。でキャンドゥのねこれね、ハーブソルトで、これまあ岩塩、胡椒、ブラックペッパー、ごま、何でもね、すれんねんけどもね。まあまあ、コーヒーもすれんでしょう。で、ここでね、粗さの調整もできるんで、どういうふうにやろう。粗さ調整可能って書いてあるわ。あ、ここや。ここの真ん中のネジでね、粗さ調整ができて、ね、でここにね電池、炭酸電池が4本あるんだけど、ね、ああ電池のあれやな。でここにね炭酸電池が4本あるんだからね、買ってきてる。キャンドゥの電池はね超耐久って書いてあった。これね耐久性の強い電池だったんですね、アルカリ電池。これを買ってきたんで入れましょう。電池向き間違えたからね、気をつけてね。電池向き間違えたら回らないからね。で、これで、これをかぶして。前にあったやつね、カレーの入ってボンって音して壊したんよ。だからね、タコがね、持ってきてくれたんやけどね、あっちゃんはね、カレーの中落として壊した。これ押したら、ズボンって抜けて、カレーの中落ちて、気をつけましょう。これね、カチッってなるまでね、やらない。気をつけてくださいね。で、これね、ステンレスやからね、結構金、抗菌になっててね、いいと思うね。ね、これを、これ使っていきましょうね。電動ミルね、結構便利なんでね、これを買ってきました。これがまあメインやねんけどね。あとね、ハウスオフで買ってきたの。ミカ、これがね、何かっていうとね、330円って値段で。で、見たら分かると思うんだけど、見てくれたら分かると思うけど、汚いのよ。すっごい傷だらけで汚いのよ。が欲しかったこれトミカじゃないな。これはね、トミカ。トミカのランボルギーニウルス。これはね、今もう絶版でめちゃくちゃプレミアついてるんで。で、絶版でプレミアついてんねんけども、
これがね、何かっていうとね、あっちゃん家では持ってんねん、綺麗な。これは何か言ったら、このカシメを取ってね、バラして色塗り替えたりするベースで、ちょっとね、程度がすごい悪いね。多分子供が遊びまくってやつやと思うんやけども、もうここら傷まみれ、横も傷まみれ、ウィングも傷まみれで、これね、これタッチアップやね、自分で塗ってやるね、ペンでね。で、これフェンダーも黒塗ったのちゃうかな、こんなんなってなかったと思う。で、ここハゲちょろやしね、屋根もハゲてるしね、ね、ちょっと程度が悪い。でもね、トミカやね、トミカの2018年製でね、これはね、もう廃盤になっててね、手に入らないトミカやだよ。で、何をするのかって、また近いうちに、ちょっと今まだやね、部品取りをしてるもんがあってね、それが届き次第これいじるかもわからへん、ね、もしかしたらね、合わへんかな。ちょっとタイヤでかいな、タイヤ変えたりしてね、いろいろ改造しようかなと思ってんの、ね、で、それのベースに買ってんけどね、もし最悪タイヤが間に合わへんでもね、このタイヤ使えんことないんで、塗装だけ塗り替えるかもわかんない。で、これはね、BMW の Z4 やねんけども、これまた汚い、程度が悪い。わ、ガラス割れてるやんか。まあいいけど。これはね、おまけなんよ。これが欲しかったやん。これはね、マジョレッティ。マジョレットって、マジョレットっていうのかな。スーパーで売ってるミニカーね。これなかなか高いねん。普通のトミカより高いのよ。400円か500円ぐらいするんだけど。で、トミカにないのがあったりしてね、結構マニアックでいいんだけど、これは BMW の Z4。まあ、Z4 もね、いい車やしね。で、これちょっとね、ガラス割れてるのはどうも仕様がないんやけども、ね、これもね、まあ、バラして塗り替えたりして、ちょっと綺麗にするっていうのありかなと思って、ね、ただガラスはね、ほんと修正しようないんでね、まあこれはちょっとどうにか考えてみようかな。まあ、BMW の Z4。これもね、これもカシメを外して、バラして改造ベースにするかもわかんない。どっちでもウルスが欲しかったから買ってんけどね。はい。ということで、これまあ改造ベースに買ったんで、ちょっとこの辺に置いときましょう。汚いミニカーはね、塗り替えるっていうのが一番いいんだよね。また塗り替えベースにしましょうかね。ちょっとね、まだ他にもいろいろあってんけども、今回ちょっとこれしか買わへんねんけども、中古屋さん、リサイクルショップ行くとね、子供が遊んでボロボロにしたミニカーがね、それ買ってきてね、バラして、色剥がして綺麗にして塗り替えるって、ね、復活させるっていうのもね、面白い遊び方なんでね、まあ、そういうのもありかなと思って、今後またそういうのもやっていこうかなと思ってるんでね、それのベースとしてウルスを買いましたっていうことでした。ということで、今日のあっちゃんの購入品そんなところかな。まあはい、ということで、今日のあっちゃんのお買い物紹介良かったよと思ってたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。やったね、バイバイ。暑いね。はい、バッグの中にね、入れてあって、出すって紹介するの忘れとって、これ、無印のね、眉メイク用カミソリ、2個セットで199円やったかな、200円ぐらいやってんけどね、これね、何かっていうと、結構これね、人気でね、欠品しとったみたい。どこにも売ってなかったんやって。で、これこんなんやけど、これ何かって言ったら、こんなちっちゃいカミソリやねん。横 T字カミソリで、頭こんなちっちゃいねんね。で、すごい使いやすいらしいな。ね、これがね、ほんまこんな1センチぐらいしか刃渡りないよね。で、こう、な感じでね。で、これはね、折りたたみ式眉メイク用カミソリ。ミニ T 字2本セットって書いてあるんだけどね。まあ、旅行とかに持って行ってもいいしね、お家で使ってもいいしね。で、普通のね、こういうタイプのカミソリじゃなくね、こう、刃渡りが短い分ね、剃りやすいんかなと思ってね。これはすごい人気らしいのよ。で、ずっとね、もうね、結構前に出てたみたいだけど、何回行ってもね、売ってなかった。欠品してるって感じだったけど、ようやくね、見つけました。で、買っていきね。またね、これ試してみます。ということで、今日のあっちゃんのお買い物紹介、以上です。